者廣中璃梨佳は日本選手権 1万m ですでに代表内定を決めています。今日 5000m で3着以内に入れば2種目目の代表内定、優勝すれば2年連続2冠となります。田中希実は今大会すでに 1500m で優勝し代表に内定、2着に入った 800m 決勝終了から1時間10分、回復度合いが気になるところですが、昨年は30分のインターバル、それよりは条件が良くなっています。すでに標準記録を切っている 5000m で2戦2種目目の代表内定と2冠達成を目指します。女子 5000m 決勝、京セラアグネス・ムカリ、ワコール安藤由香、シスメックス石井久美、名城大学山本由真、エリオ萩谷楓、佐藤なるは、パナソニック内藤咲子、トヨタ自動織機川口桃香、ユニクロ吉川由里、積水化学佐々木里奈、積水化学森千佳子、エリオ細田愛、積水化学佐藤沙耶香、資生堂五島里乃、JT 日本郵政グループ廣中璃梨佳、トヨタ自動織機田中希実、資生堂木村友香、ワコール5000m 決勝、
まもなく4000メートル。
ここでエディオンの萩谷楓が少しまた離れてきた。3着に入れば世界選手権代表内定を決めることができる萩谷。5本のレース走り切りました。今大会総括していかがですか？
そうですね、結果的に去年より本数や質が全体的に上がっていたので、それはすごく嬉しいですし、まあ、これをしっかり世界の舞台でも出していきたいなと思います。このタイムでもう少し余裕を持たないと 5000m もまた予選落ちしてしまいますし、1500も今季はその海外の選手とのレースになった時にあまり感触のいいものがなかったので、逆にその今までの悔しさをバネに、まあ、両種目とも決勝に残ってしっかり戦えるようにしたいなと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。田中選手でした。ありがとうございます。1番目に続いて 5000m でも内定を取りました。今の気持ちいかがですか。そうですね、1万メートル終わってからすごい 5000m のこの日まですごい不安と葛藤との戦いだったんですけれども、その中でも確実に3位に入って内定を決めたので、しています。今日はラスト1周、田中選手のスパートをついていこうとしましたが、あのあたりどうだったでしょうか。そうですね、スピードとのスピードの差を見せつけられたかなという気持ちもあるんですけれども、でもまあ、ここから本当に世界陸上に向けて、オリンピックの自分を超えられるような状態に持っていけるように、今後また精進したいなと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。弘中リリカ、15分11秒08。